岡本グループは、北海道帯広市に本社を置く、株式会社岡本ホールディングスを持ち株会社とする企業グループである。1950年、創業者の岡本忠和が、北海道中志保路町に新聞販売所を開設したことが始まり、燃料給油所、LP ガス事業などを経て、1983年に岡本健一が社長に就任。以降、 M&A などを通じて日本全国及び中国にて事業を拡大するコングロマリットである。化成品メーカーの岡本とは無関係。何でもリサイクルビッグン北見三輪店岡本書店、岡本セルフを中心とした岡本グループの中枢企業。北海道での展開を中心に東北や関東でも店舗展開を進めている。2016年には東京都池袋にネットルーム、 ネトマー、池袋西口店をオープンさせた。エナジーマーケティングカンパニー。編集カーライフマーケティングカンパニー。編集パブリックビジネスカンパニー。編集リユースマーケティングカンパニー。編集メディアマーケティングカンパニー。編集スペースフーズマーケティングカンパニー。編集トップスグリーンパワーカンパニー。編集2013年に株式会社パワーリファから称号を変更。 経営理念は、日本を健康に。ホーユアスマイルライフ、ジョイフィットヘルステックカンパニー、編集ジョイリハカンパニー、編集四国を中心に展開していたものの、2011年に、大型 M&A にて岡本グループ入りし、以降、関西や九州へと出展領域を広げる。山内オートモーティブマーケティングカンパニー、編集ジョイフィットヘルステックカンパニー u スト、 編集はエルネスフロンティアニュービジネスカンパニー。編集スペースフーズマーケティングカンパニー。編集石川県と富山県でガソリンスタンドを16店舗展開していたが2017年に岡本グループ入り。さらに同年末には福井県のライズ5店舗を買収した。現在はガソリンスタンド事業に加えてフィットネス事業も展開している。金食エナジーカンパニー。 編集かな色ヘルステックカンパニー編集2015年に中国上海市で発足中国へのジョイフィット出店を行うガソリンスタンド事業は JX エネルギーブランドで全国に展開しているが他の同ブランド SS の近隣に店舗を構える例が多いためそのような SS は元売りの看板を使用しないことがあるありがとうございます